2マス計画によって撮影されたプレセペ星団三回星団は恒星の集団の一種である。分子雲から同時に生まれた星同士が未だに互いに近い位置にある状態の天体を指す。銀河のディスク部分に存在するため銀河星団とも呼ばれる。通常年齢が若く高温で明るい星を多く含む。このため三回星団は遠距離からでも見ることができ。 アマチュア天文家の好む天体の一つである。三階星団の生みの親である分子雲が星団のそばに存在している場合もあり、その場合には星団の星によって分子雲の一部が輝いて、一つまたは複数の星雲として見えることがある。ある三階星団に属する星は全てほぼ同じ年齢、同じ科学組成を持っているため、星同士の性質の違いは単にその星の質量の 違いに起因している。三階星団には O 型や B 型の青色巨星が含まれることが多い。これらの星は非常に明るいが寿命が短いので、これらの存在は三階星団が比較的若い天体であることを示す。三階星団の星の光を分析することによって、その星団の年齢を見積もることができる。すなわち、青色、黄色、 赤色の星の数の比を調べ、青い星の割合が多いほどその星団は若い傾向がある。星団の星の一様性を使うと、構成進化のモデルを完全にテストすることができる。なぜなら、星同士を互いに比較することで、モデルの変数のうちの多くを固定できるからである。これによって、モデルのテストがより容易になる。地球から最も近い運動星団である、オーグマザ運動星団は、 古い三回星団であると見られる。この星団は、北斗七星の内オーグマザアルファ星と、イータ星以外のすべての星と、オーグマザ及び、近隣の星座のいくつかの星を含む。この星団のメンバーは、宇宙の中で1000光年以上にわたって広がっている。我々の太陽はこの集団のメンバーではなく、ちょうど近くを通り過ぎているところである。かつて、 シリウスはこのオーグマザストリームの一員であると考えられていたが現在では否定されている。銀河系の中での位置を考えると太陽の運動速度は非常に奇妙である。太陽は数十億年前に他の星と接近遭遇し、これによって太陽や太陽系が重力を受けて加速したのかもしれない。三回星団の中の星は初めは強く密集していて同じ速度で 銀河中心の周りを回っている。約5億年くらいごとに、プレアデス星団やヒアデス星団といった、よく知られた三回星団は、分子雲の通過といった外部の要素によって、上乱を受ける。これによって、星団の星々はわずかに異なった速度で動き、やがて大熊座のようにバラバラにずれ動いていく。こうなると星団は、星団を形作るほどには、 近くないが、すべての星が関連を持ち、ほとんど同じ方向に、同じ速度で動く星の流れとなる。十億年ほど経つと星団は、完全にその姿を失い、ある星は銀河の向こう側に、ある星はこちら側に位置するようになる。太陽がもともと属していた星団も、同じ運命をたどった。今となっては、どの星が太陽と同時に生まれ、 かつては同じ星団のメンバーであったが今では違う位置にある、星であるのか全く知るすべはない。このような星団の進化の正確な歴史は、星団の最初の密度によって変わると考えられている。より強く密集していた星団はより長い期間に渡って存在する。数十億年以上も生き残っている星団は稀で、あるが、 ケフェウス座の NGC188 やカニ座の M67 などが知られている。AB、オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第1冊、166ページ。ISBN4-254150172。 h t t p y a m a g a m i p l a n n i n g s a k u r a n e j p g u i d e nebula cluster umam o v i n g r o u p ありがとうございます。